とくと歩む。ここにしかない光景を見つけに行くから。あんなに恐ろしい乱れたインターネットから、この雪みたいに美しい特典波が来たんだよ。カウンセリングを受けたの。先生からネットをやめろって言われて、もうお前らと会えないと思った瞬間胸が苦しくて、リアルが壊れてもここがいいと思ったの。初めてフォローされた日のこと覚えてる？こんな私を見て承認してくれたぬくもりに、もう細かいことはどうでもいいね。白いモニター越しの光ボラ、インターネットの天使。